エネオスホールディングスエネオスエネオス仙台製油所エネオス仙台製油所は仙台港にあるエネオスの製油所である所在地は宮城県仙台市宮城野区となっているが敷地は宮城野区以外にも隣接する多賀城市や七ヶ浜町に及ぶ東北地方唯一の製油所で各種燃料油などの石油製品を岩手県、宮城県、福島県 山形県内陸地方に供給している。2007年には石油化学製品の製造装置が完成、カスタービン複合発電設備も建設され、電力小売事業も開始された。括弧内は1日あたりの処理能力。仙台臨海鉄道仙台北港駅につながる鉄道路線が製油所内に引き込まれており、鉄道タンク車を用いた石油製品の出荷が行われている。 出荷先は、福島県、岩手県の内陸輸送所である。なお、新日本石油では、鉄道貨物輸送による、積極的な自社石油製品の輸送の実績から、2007年12月に、エコレールマーク推進企業の認定を受けており、2008年1月より、当駅に常備されているエネオスブランドマーク付きのタンク車に、順次、エコレールマークが重付された。 三菱石油グループの製油所として、三菱石油、三菱商事、東北電力などが出資する、東北石油株式会社により建設された。2011年3月11日、東日本大震災により東製油所では大規模な火災が発生した。火災発生から沈下までの経過は、以下の通りである。東北地方6県の灯油やガソリンなど石油製品は、 消費量の半数を統制輸書からの供給に頼っていたためガソリン不足が起き各地のガソリンスタンドでは長蛇の列が続いたこのため JX や JR 貨物は日本海側の港湾や鉄道を使って石油の緊急輸送を続けた地震後2日目の朝激しく燃え上がる炎は 6km 以上先の JR 東北本線岩切駅付近からも確認できた 沈下後の陸上出荷施設。不足するガソリン、灯油を求める長い列。ガソリンを求める車列は時に 2km に及んだ。ありがとうございます。